マラヤ連邦は11州によって構成されるマレー半島の連邦を。1948年1月31日にマレー半島九州トペナン、マラッカによって結成された。1946年から1948年にかけてこの地域はマラヤ連合としてイギリスの直轄支配を受けていた。しかし、この連合が村友人の地位低下をもたらすものだったため、 村友人の民族主義的な反対が高まった。マラヤ連合は解体され、マレー各州の象徴的な君主がその地位を回復させ、マラヤ連邦へと再編された。当初のマラヤ連邦は独立国家ではなかった。マレー各州がイギリスの保護領としての地位に置かれ、海峡植民地を構成したペナント・マラッカはイギリスの植民地であった。しかし、 以前のマラヤ連合と同様に一般にマレー半島地域の一部と考えられ海峡植民地の一部でもあったシンガポールはイギリスの戦略上の理由などからマラヤ連邦に含まれなかった。1957年8月31日にマラヤ連邦はイギリス連邦の一員として独立を達成した。1963年マラヤ連邦はシンガポール、サラワク。 英両来たボルネオと新たな連邦を結成し、マレーシアが成立した。しかし、マレー系住民が多い中での政策に、中国系住民が反発し、マレー系住民との間で衝突が起き、死傷者を出す暴動にまで発展する。その後文化的な違いから融和は不可能として、1965年8月9日、シンガポールはマレーシア連邦から追放される形で、 分離独立した。マラヤ連邦の人口は1957年に627万8758人であった。マレー人が49.8%、カキョウ、カジンが37.2%、インド系が11.1%、その他2%の人種構成だった。ありがとうございます。